エアブリッジカーゴは、ロシアのモスクワを本拠地として、貨物輸送の定期便を運行する、ボルガドニエプル航空参加の貨物航空会社。ハブ空港として、シェレメーチエボ国際空港のほか、同じモスクワにある、ドモジェドボ空港にも乗り入れている。貨物便チャーターの運行に、実績のあるボルガドニエプル航空から、定期貨物便部門を分社化して発足。2004年1月に、 アリタリア航空から譲り受けした2機のボーイング747から200回のうち1機を使用し、同年5月よりルクセンブルクからモスクワのボシビルスクを経由して、北京、上海を結ぶ定期貨物路線の運航を開始した。同年10月にはさらに機材が1機追加導入された。2005年にはさらに1機の747貨物機が導入され、同年からは 香港と名古屋への乗り入れも開始している。同社では、モスクワクラスのヤルスクから、ロシア地方都市への運行に向けて、l 七 -76 つ -204 をリースする構想もある。2018年現在、ロシアヨーロッパアメリカアジア2018年12月現在、エアブリッジカーゴの機種は以下の通りである。ありがとうございます。